おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、もうサムネの方では分かってると思うんですけれども、今回の動画もラーメンを食べてまいりました。今回の動画でお伺いしたのが、ラーメン二郎ひばりが丘駅前店さんでございます。もちろんね、こちらのお店もめちゃめちゃ有名だし、知ってる人もいっぱいいらっしゃると思うんですけれども、こちらのお店ね、まあうまかったね。僕もね、動画では初めてお伺いいたしまして、昔 YouTube とかを始める前には、一回だけね、行ったことがあるんですけれども、改めてね、こう撮影でお伺いしていただくと、わー、うまくてびっくりしたというか、驚いたというか、今回撮影自体は、まあラストロット、その日のお昼の最後の時間に撮影させていただいたので、いろいろとラーメンについてね、話そうかなと思ってたんですけれども、あまりにもね、好みすぎて、なんか言おうとしたんだけど、もうね、言葉を失うぐらいうまかったです。なので、今回の動画もシンプルにね、黙食という形で、もうラーメンに向き合ってね、がっつりと食べてきましたので、ぜひね、動画の方をお楽しみいただければと思います。で、映像の奥の方にね、助手さんがね、ちょっとまかないを食べているんですけれども、こちらについてはね、もう助手さんの方から、映って大丈夫ですってことで、承諾をいただいておりますので、僕がこう、ラーメンを食べながら、奥で助手さんがね、こう、まかないを食べてるみたいな映像になっております。まあ、そんな感じで、いろいろと説明はしましたが、もうね、早速ね、皆さんに本編の方をご覧いただければと思います。それでは、どうぞ。いただきます。 いただきます。Thank you.
はい、ということで本日はね、こちらの大ラーメン豚入りいただいてまいりました。いや、もうスープ、麺、野菜、お肉と、もうすべてがパーフェクトにね、好みにぶち当たった一杯で、もう幸せ、もうめちゃくちゃ幸せだった。こうやって編集してる間も思い出してね、もう食べたくなってしまって、もうね、正直今我慢できない状態ではございますが、それぐらいね、もううまい一杯でございました。基本的に販売しているメニューはこんな感じで、ラーメンのみ、まあ、ここにね、サイズの変更があるような形になりまして、営業時間もね、まあ、こんな感じでございます。ぜひね、ひばりが丘二郎さん気になった方は食べに行ってみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画があったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさまでした。めちゃめちゃ良かったです。ありがとうございます。